ミーゴ飛ばしてますね。危ないね、アミーゴ危ないね。いやー、あ、同業者発見。よっしゃ、あ、まさか来ないね、来ないね、来ないね、よかった。えい、そうなん、戻った、戻った。ただちょっと次のデリバリー先をマップ検索しとかないとやばいかな。場所がわかんねえや。白飛びする。ここはもう33ぐらいか、30ぐらいか、32だ、32。おいっすー、切れたよ、ごめんね、申し訳ない。なんだろう、 Wi-Fi がもう電池ないからかな。これさ、昨日なんか再確認したらカメラすげえ上向いてたんだよね、撮ってる時。画面合わせてとこんくらいがちょうどいいような気がするんだよな、昨日のズレを考慮すると。でも俺はカメラで見た感じだとこんくらいで撮りたいの。あと12くらい、あと12くらいって何、何が、あ、バッテリーのこと。ちょっと、よいしょ。まあ、Wi-Fi がね、とにかく、ブロックね、そうだよ、そうだよ。44ブロック、あ、44ストリート、そう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 。あ、戻ってきた、えい。ちょ、44ストリートまで、あと12。そうだね、あと12ブロックだね。はい。ちょっと行きますよ。でも6阿部か、6阿部だと結構混んでるな。9阿部まで行っちゃった方がいいかな。ちょ、タイムススクエア抜けると渋滞しちゃうから、タイムススクエアいつもこんなやん、つらい、ね、リクシャーが邪魔や、リクシャーが邪魔、マジで。行けんだけど片手運転ちょっと怖い。そわそわ止まらん。ブロックね、うん、ありがとう。そう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 。ちょうかこれさ、あそこ行きたいんだけど、俺今カバン引っかかるね、ここ通ったら無理、鍵がミラーにぶち当たる。メイシーズ、おオッケー、開いたけど今度もうダメ、もういいや、のんびり行こう、のんびり行こう。もタイムスクエア抜けるのどうかな、マジで。おお、何あれ、何あれ、何あれ、ここバイクレーン、バイクレーンでバーガー引くよマジで。あ、お前本当に、まあ、高そうなおっさんだったけど、あれ跳ねたら1億ぐらいいくんだろうな。弁護士でしょあれ多分。ああいう雰囲気、ここで降りるだろ。やっぱ俺の勘は冴えとるな。危ない危ない。こんな突っ込んでたらぶっかってるよ。あら、行くね兄ちゃん、あれ。やるじゃん。まあ、行っちゃったよ。アミーゴに負けた。Thank you.
心配性なの。ありがとう。まあね、一応急いでるっちゃ急いでるからね、ちょっと。この後はね、39、あとちょっと、あと5。バイクレーンもね、素直に走らせてくれればいいんだけど、いろいろ障害物があるから怖いよ。なんと、これね、曲がるんだよ。曲がるの分かってんだよ。分かってるの。こいつが迫ってくるのも分かってる。あ、止まんねえ。危ねえ。アバンエクスプレス。じゃねえよね。もう人混みにも巻き込まれて死ぬかと思って今焦った。さあ、あとどう、随分いいとこ住んでる人なんだな。分かった、それだけは分かった。これ QR まで行くからこっち行っちゃうか。行っちゃう。ケツミ、OKやべえ、カバンがずり落ちてきた。タイムズスクエアに入ってっちゃうわ。参った。混んでるよ。なんじゃおりゃ。くそ。まあいいや。9話目、あと、2話目、2話目プラス、2ブロック。縦の移動はね、早いんだよ、1ブロック、1ブロック。で、横の移動はちょっとね、長くてね、しんどいの。でも、まあ、歩いてると本当嫌だけど、自転車だったらね、まあ、長いっつっても、これ。ああ、白飛びしちゃってる。もういいや、押して歩く。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。外国の言葉いっぱい。はい、こういうね。来た、お前。頭外して裏でお前チップ数えてんの何回も見てんだから俺。ほら。ミッキーマウスにはオラって言うんだよ、ここでは。ここでミッキーマウス見たら、オラ、このエサーって言ったらいい。スペイン語喋れる、おう。そう、スペイン語喋れるね、ニューヨークのミッキーマウスは。いや、ミッキーでもあれ偽物だけどね。うるさいよね、ウォルトディズニー、あのパテント著作権。ここでは許可があるのかな。スターウォーズもいる。スターウォーズの兵隊さん。あ、おえー、ヨーダがいるよ。ヨーダ初めて見たな俺。長い間生きてるけどヨーダに会ったのは初めてだな。オビアンケノービーがいないのが残念だな。オビアンケノビー誰か呼んでこないかな。帝国軍万歳。バン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 。あ、やだな、警察だ。おお、さえナポメン。うん、なんかいきなり突っ込んできた。あの人絶対ドイツ人、顔が。まあね。あ、ニューヨーク懐かしい。懐かしいですか。いいよね。まあ、ニューヨークは好きだよ。なんか LA ちょっと微妙に、ちょい、まあ嫌な感じで俺は LA 出たね、最後。嫌だなって。ニューヨーク来て、初っ端もうほんと金なくて死にそうだったけど、最初からそれなりに楽しいね、ニューヨークは。なんか本当の意味でアメリカイコール多国籍みたいなのを実感できた、ニューヨーク来て初めて。LA にもいろんな国の人いたけど、全然比較にならない。比べ物なんない。別の国だよ、これ。まあ、みんな言ってたよ。アメリカ来た当初さ、まあ、メキシコから入ってきて、パッパイ。イエス。イエス。でも言えない。
なんかそのね、そのまあファックに関してだけは発音が悪くても通じちゃうんだよね、残念ながら。ちょっとこれごめんね、カメラがさちょうどよくなんないね、アンドロイドって。更新できなかったツイートがありました、ごめんなさい、せっかくのツイート。これさピント合わないの、ピントじゃねえやつの絞りが、かっこいい看板なのに。アンドロイドちょっと色気がないね、カメラに。これね、iPhone とかだったら多分バッチリ映るよ、これ。まあ、そういう時は空でも撮って、光を調整してから持っていって、ダメか。ダメだな。もっと絞り込みたいんだけど。絞れない。まあ、シアター通りだね、ここ。なんだろう。まあ、ブロードウェイのショーとか、ライオンキングだったりとか、ね、そういうのやってる。あ、ちょっとごめん、電話鳴ってる。忙しいじゃないか、俺。ブラックベリー。あ、登録よろ。OK。はい、何を登録よろ。ちょっと待って、もしかして2通来てた。やべえ、時間ねえな、もう。多分2通来てんな。ボスから連絡あった。